この動画はかつてゲーム少年だった男がさまざまな新旧のゲームをプレイする中で時に笑い時に涙し自らの衰えと戦い続ける熱き中年の物語である。はい、どうも、人生かきいろです。俺たちとファミコンと40代プレイということですね。今回プレイするソフトはこの BGM でわかるかもしれませんけども、テトリスになります。よろしくお願いいたします。このゲームをね、語る必要性は今更ないと思いますけどもね。多分落ち物パズルとしては一番最初に作られたもんじゃないかなとは僕は思っています。それではプレイしていきますね。どうしようかな。一応まあ、ゼロで、ゼロから普通に行きましょうか。うん。じゃあこのテクノテトリスで。ふふふ。あ、明日ん?ダメだな。なんか最近のやつ慣れててちょっと。ボタンを押すと下に行くタイプで、下にパッと行くタイプだね。昔のやつって難しいな。これなるの難しいわ。そうか、昔最近のやつやってるんでね、結構こういうなんか不親切なタイプはちょっと苦手っすね。こういう感じっすかね。結構だからゲームボーイ版をやってましたね、テトリスは。だから本当にファミコン版は、うん、持ってる友達のところでちょっとやった程度ですかね。まああんまりね、やっぱ小さい子としてはね、こういうのはちょっと得意な人があんまりいないですからね。うまい人が周りにこういうのいなかったんで、やってるやつはあんまり見たことがなかったなっていうイメージですね。だから結構ゲームボーイ版を部活の遠征先でめっちゃやってましたからね、ゲームボーイ友近借りて。なんか延々やってましたね、もう本当に暇があったら。バランス悪いな、折ってくるもんのバランスが。これってスピード変わんないのかな。そういや、ずっとこのまんまかもしれないですね。あけど終わった、よかったよかった。ふう、難しいな操作方法がね、ちょっと慣れないですね。ダメだな、集中しちゃうな。
どうもね、この手のゲームはなんかずっとやっちゃう、こう、なんか無心でやれちゃうんですよね、僕結構。だからあんまり、会話ができない。トークができないな、まあ、これ。まいったな。まあ、でも結構、持ち物系は、まあ、そのめちゃくちゃ得意ってわけじゃないんですけども、遊ぶことは多かったですね、ゲームセンターでも。テトリスのアーケード版は確かクリアしたこと一回あるんじゃないかな。その一番早いレベルで始めて、確かね、うん。なんとかクリアまで行った記憶ありますよ。数少ないそのゲーセンでクリアしたゲームですね。大学とっからですかね、多分。帰り際のいつも寄ってるゲームセンターにたまーにテトリスやってる時があって、その時すごい調子が良くてクリアまで行ったなーっていうのを覚えてますね。達成感ありました、やっぱりね、ゲームクリアできると。うまく、しかしうまくテトスになんねえな、さっきから。やる気はあるんですけどね、なかなかうまく。まあ、ゲームオーバーにはならない自信はあるんですけどね。だからといってなんか高得点がうまいプレイが見せられない。だけど、たまにそのゲームソード中古屋見るんですけどね、これ2があるんですよね、なんか。見るところによると知らなくて。だからぜひともね、2も手に入れてやってみたいですね。これだけでエンディングはどういう形でエンディング見るんだろうな。やっぱあれかな。最高レベルで、クリアしたら出るんですかね。なんかそんな感じもしますよね。うん。やっとできた。よかった。一回ぐらい見せないとね。よかったよかった。やべえな。あ、間違えた。あ、間違えちゃった。最悪。どうもボタン間違えるな。ちょっと油断すると。あ、終わる。あ、終わっちゃう。終わった。あ、失敗しちゃったな。操作ミスで間違えまーす。ライフが3つあるんですね。なかったらゲームオーバーかな。はい、ということで今回はここまでになります。お疲れ様でした。ありがとうございました。いやー、やっぱねテトリスはいいですね。なんか無心になれる。普通にやっちゃうかもしれないですね、今後も。うん、個人的に、まあ、動画にねすることはあんまないかもしれないですけどもね。もちろんあのコメント等で要望ありましたらね、エンディングまで頑張って突き進みますよ。これはできそうな気がするんだけど、やろうと思ったら。まあけどちょっと操作がちょっとね最近のやつと違うんでね、そこがちょっと難しいかなと思いますけどもね。いや、やっぱ落ち物パズルは楽しいな。またね、こういった
あのジャンルのやつもねどんどんやってきますんでね、よろしければご覧になってください。コメント、高評価、チャンネル登録お待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。お疲れ様でした。ありがとうございました。このチャンネルではコメントや高評価、チャンネル登録など首を長くしてお待ち申し上げております。